もうおしいさんやりたい方でやったわけこの日本でね特にみ「みじめ愛とさすらいの母」はさおしりさん脚本からやってるから、まあ、完全におしりさんの世界なわけで実はこの「みじめ愛とさすらいの母」っていうのがうるせいやつらつビューティフルドリーマーの、まあ、プロトタイプっていうかな下敷きになってる話なんだよねだ両方ご,ご存知の方はよく分かると思うんですけどもこの「みじめ愛とさすらいの母」っていうのはまあ言ってみれば夢の世界みたいな感じの話でで てんちゃが夢の中で落っこちると目が覚めるんやでみたいなこと言うじゃないでビューティフルドリーマーでもアタルがさ夢から世界から脱出するために、まあ、下界に落ちていくみたいなさそういうふうな描かれ方してて共通点がいっぱいあるわけよ。まあ押井さんこの後もね夢の世界の話ってのはいっぱい作るいっぱいでもないかな。まあ、い,いくつか作るよね。夢と現実 そその狭間みたいいいなささういう世界をいくつかおじいさんこの後も作っていくまあ多分ご自身のライフワークみたいなもんなんだと思うんだけども、まあ、その一番最初の発露っていうのがこのめ愛とさすすらいの母なんですよでさビューティフルドリーマーは私認めてるのはさエンタメ寄りになってるからねきちんとその面白いからね映画として見て面白くなってるからさ。 だからまあ私はビューティフルドリーマー好きなわけよただしうるせいやつらの世界からは若干外れ気味なのね気味だけどもギリギリ寄せてんだよねだからギリギリ寄せてるから私は認めてるわけこのビューティフルドリーマーについてはところがこの惨め愛とさすらいの母はさ全く寄せてないんだよね完全なる惜しい守るの世界なわけだから当時見てても何だろうなとは思ったねただしさっきも言ったけどさまあこういう複雑な話って結構好きだからね まあどういうい意図で作っったのかなって色々考察はしましたよ考察はしたけど同時にさ、まあ、う,るせのうるせえやつらの、ま、世界ではないなっつうのは思ったしでねあとで振り返ってもさ、まあ、高橋留美子さんとか落合重和さんがこの2本の話をね非常に不愉快に受け止めたろうなっていうのはよくわかるんだよね。で落合さんについては実際に文章でさ露骨に嫌悪感出してたからね。 <laughs> この2本についてはで、まあ、ウィキペディアの記述によると他にも、うん、高石留美子さんが不快感を表したの話としてはね、えー、もうちょっと後になるんだけどもドキュメント「ミス見すともべきは誰だ」っていう回があるんだけどこの回でさ「龍之介の踏み絵をやってる」っつうんだよね「踏み絵」っつうか「踏み写真」っつうかさそれ,それを留美子さんは絶対にやってはならないことっておっしゃったみたいですね。うん、ただあれはさ まあ原作をベースにしてギャグ性を強くした結果だから多分その話だけだったらルミ子さんそこまで怒らなかったんじゃないかなって気がするんだよね。それ以前にさあの2本があったそれそして誰もいなくなった「ちゃ」そして惨「みじめ愛と支えの母」って2本があったからそれをそれを経験してきてこの人はもう。 原作をないがしろにしてるっていうかさ原作の世界を壊しにかかってるっていうむしろねそういうひしひしと感じたろうからそこを踏まえての龍之介の踏み絵っていうのが許せなかったんだと思うんですよおそらくね。それまでずっとおとなしく原作のうるせいやつらの世界をなんとか面白くしていこうとねテレビでもその世界を踏まえて面白くしていこうっていう,うずっとやってきてでの龍之介の踏み絵だったらばさ絶対そこまで起こんないと思うのよね。 だまあ、そう思うんだよね私の感覚としてはあれはだってギャグを強めた結果のあれだからまあまだ許せるんじゃないかなって思うんだよねそこだけ単独で見ればねまあそ,そういう,うまあいろいろ圧力があったわけ原作者側とう惜しい守さんとのね圧力があったわけおそらくそれは冷戦というかさたルミ子さんは原作者として直接言ってないと思うんですよ わかんないけどねおそらく直接は言ってないと思うの文句はそれらについてねまあ容易に想像はできるんだけども文句は直接は言ってないと思うただし落合さんはプロデューサーの立場として直接おしいさんにやいのやいの言ったわけよね当然その2本についてはあの前の2本についてはやいのやいの言ったわけよでさおしいさんとすればさやっぱりそれってすごく、うん なんつうかな面倒くさいことだったと思うし、俺がやりたいものを作りたいものを作ろうとしているのを邪魔すんなって感覚が多分ね、まあ当時彼も非常に若かったですからね、まあ絶対あったと思うんですよね。まあそれでそこを経てのうるせいやつらつ、ビューティフルドリーマーになってくるわけですよね。でまあ高橋留美子さんがさ、人間性の違いですって。 行っっっっっってててて帰ちゃゃたいいううにおしこれははね事実かどうかは分かどんないの当時その現場にいた人がさ限られてるしさあくまでもお井さんの記憶だからねでもこんな強烈な記憶 <laughs> 間違えるとは思えないんだけどもただそのことについて否定してる意見もいくつかあるから、まあ、私には事実かどうか分かんないけれども、まあ、ただお井さんのその おじいさんがそれ語ったっていうことが事実であれば、まおじいさんの記憶の中。では、高橋留美子さんが人間性の違いです。って言ったことはどこかであったんだろうね。多分ね。その人間性の違いです。ってさまうる星やつら2についてね。言ったとすれば、それはどういうことなのかっていうのを。まあ、今回私なりの解釈で述べたいわけですけども。 多分分ね、ね。ここの部分だと思うんすすよ。よれ分かりますよ、ね、ビューティフルドリーマー見た方はううすぐお分かりになると思うんですけどこれバグですよね。あああの多少多少ついうかなあのネタバレ入りますんでできればビューティフルドリーマーを見てからこれも見てくださいね。あの非常に面白い謎解きも面白い映画ですんで、ね、ネタバレを先に見ないようにした方が いいいと思いますあれは絶対にウブの状態でご覧になった方がはるかに楽しめるのでねその感動を放棄していただきたくないので見たことがない方はここから先はご覧にならない方がいいですね、えー、是非、えー、本編の方はね、えーまあ、ネット上でいろんな形で見られますしあるいはね DVD やブルーレイなんかご購入の上でその後で いいろいろ疑問が湧くでしょう見た後でもいろんな疑問が湧くと思うんですよね。でそのあとにこちらを見ていただきたいと思うんですけれどもでこ,これバクですよねバク。バクが封印されてる状態ですよね。で封印してるの何で封印してるかっつうとこの C マーク。ね封印が解けるとさこの C マーク消えるんですよ。首のところに C マークがあってまあなんだろう首輪みたいな感じで C マークがあってでお尻にもね お尻はこれ烙印ですよね烙印で C. マークを押されてるわけ。つまり。なんだろう奴隷のように首はつけられてったり。あるいはね。家畜のように烙印を押されてる状態なわけよ。ね。まあ。そういう風にして。行動を制限されてる。バクですよこれ。行動を制限されてるバク。ね。で。当たるガラッパを吹くと。それが外れるんですよね。で、バクの本性が現れて。夢を食い散らかしていくわけでしょ でここで私は思うんですよね。じゃあこの C マーク何なんだって。C ってこれ著作権のマークですよね。著作権のマークってことはさ、著作権者ですよね。著作権者。うるせいやつらの著作権者は誰だって。高橋留美子さんですよね。あと小学館。ね、小学館および高橋留美子さん。ね、<laughs> これが、 夢を食っちまうっていう話なんですよ。ね、<laughs> つまりさ夢ってなんだっておしいさんはそのこの話で何を投影したかっつうと多分ですよこれは私の勝手な解釈だからねおしいさんがそういうふうに言ったことがあるわけじゃないからね私の勝手な解釈なんだけれども多分おしいさんはこの「ビューティフルドリーマー」にこういうことを投影していたんだろうと思うのは学園,祭学園祭前日のね楽しさ。 でワイ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 イみんなでいろんなことをやってねいろんなものを作って楽しんでると、ね、それってつまりうるせいやつらの制作状況なんじゃないかなと、ね、テレビ版のうるせいやつらの制作状況そして、えー、原作をだいぶ消化してきてオリジナルの話を作る場になってですね「誰もいなくなったっちゃ」とかあるいは「愛と支えいの母」とか。 原作にとらわれない自分たちの世界の話をやり始めたあ楽しいなっていう感じでやってたら <laughs> 小学館サイドか原作サイドかわかんないけどもプロデューサーが「いやいのやいの」いいいの言ってくるうるせえなーっていう感じだったんでしょうね多分ねそういう、ね、状況我々が夢を作ろうと我々の夢を作ろうとしてるところをその 著作権者の意向が食っちまってるじゃねえかっていうさ、そういう状況を投影してんじゃないかと思ってんですよ。私はね、勝手な解釈として。で、高橋ルミ子さんはさ、もちろん鋭い人だしね、文系の女性だしさ、もうあんだけの文系の女性だし、しかも、著作権者自らの立場だからね、当然 C マークが出てきた時に、うんと思ったと思うんですよ。で、その C マークがさ、 彼らの夢の世界をバク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 食っていってるところを見てさ多分ピンときたんじゃないかなってこれ私のことみたいな感じでさピンときたんじゃないかなって気がすんのねまあ分かんないよそれもねでも多分さ原作者本人の立場とすればさ C マークで「えっ?」って C マークってことはこれ原作っていうか著作権者ってことでしょみたいな感じでピンとくると思うんだよね で、それがさ、楽しい夢の世界をさ、食べていってるっていうのを見たときに、なんかこれ、私のこと言ってないっていう感じになったんじゃないかなと思うのよ。で、そこで、人間性の違いですって言葉が出てきたっていうのはさ、ね、まあ私はどうせね、嫌な人間ですよ、みたいなさ、そういう思い、ね、あなた方がやりたいようにやってんのを邪魔して申し訳ございませんでした、みたいなさ、 そういう思いをぶちまけた言葉じゃないかなっていう気がするんだよねなんかもうやけのやんぱちっつうかさ、ね、本当は自分の方が正しい立場だけどもさそれを言ってもしょうがないからねせめて嫌味みたいなさ「人間性の違いですい」って。おしぃさんがその「人間性の違いです」って言葉を言われたとしてねでそれをどういうふうに受け止めたかっていうことはおっしゃってないみたいだけどもどういうふうに受け止めたんだろうね。 そのの人間性の違いですって言葉をまあどっちにも取れるからねあなた方が卑しい人間なんですっていう風に言ってるようにも取れるしまた逆にね私が今言ったようにあ私,の私はどううせ嫌なな女でですやみたたいな感じで言ったようにも取れるわけまあどっちにも取れるように主語とかをつけないでただね人間性の違いですって言ったんだろうけどもねまあどっちでもどっちとも取れるように言ったんでしょうおそらくね。ということはつまり両方の意味を 持ってるっててるだよ、ね、まあ私はどうせ嫌な女ですよっていう嫌味でもありでもあなた方の方が嫌な人間でしょうみたいな私の原作をいいようにしてみたいなさそういう意味も含んでるっていう風に取れるよねやっぱり。だからおしいさんとしてもさどっちにも取れるからまあどういう風に受け取ったかっていうのはおっしゃってないし多分両方の意味でやっぱりおじいさんも受け取ったんじゃないかなっていう気がしますけれどもね。 だからこの人間性の違いですって結構強力な言葉だしでおそらくねこの著作権マークのついたバグにルミコさんはねご自身を投影されてしまったんじゃないかなと、まあ、少なくともおしいさんはそういうふうに、えー、意図そういうふうな意図で表現してんじゃないかなっていうふうに受け取ったんじゃないかなというふうに私は受け取ってるというか解釈してるんですけどもねこれらの情報からえくれぐれも申しますけれども。 私の解釈ですからね全部ね、えー、一部分事実を申しましたけども、まあ、その一部分の事実を踏まえた上での私の勝手な解釈なんでルミ子さんの心中もおし井さんの心中もそしてこのうるせいやつら「ビューティフルドリーマー」の演出意図もそしてこのバクの意図もね、うん、何も明らかにはなってない具体的にはね,ね全て私の解釈ということそこを踏まえていただきたいと思います。 も,っともねこの解釈も真反対側から真裏側から解釈することも可能なんですね。と申しますのはバックに著作権マークがついてるって申しましたよね。でだからあのバックは著作,著作権者の投影された姿なんだっていう形でただいま説明しましたけれども逆にねその逆の立場っていう解釈も可能なんですよ実は。なぜならば バクはあの著作権マークが入っている時それから著作権の首輪をつけている時はおとなしい状態なんですよね何もしない、ね、何もしないでのほほんと暮らしている状態なんですよところが著作権マークが取れた瞬間に暴走を始めてで周りの夢を全部食べていく大暴れするっていう風になるわけということは 著作権で縛られてる間はおとなしいけれども著作権の縛りがなくなっちゃったら食い荒らしちゃうよっていう存在ねつまりそれってうるせえやつらを舞台にして書きたい放題やりたい放題やっていたおしいさんたちスタッフの投影というふうにも取れるわけよ逆にねだから著作権でしっかりと縛られてる時はおとなしいと。 でもちょっとと著作権のタガが外れるとつまりまあ著作権者の意向というタガが外れるとバク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 その夢の世界を食ってしまう著作権者が描いていた夢の世界を俺たちが食っちまってるみたいなさ逆の方向からの解釈も可能なんだよね実はこれで、おらさんがそれをどういう意味でねあの C マークをつけたかっていうのはおしいさんにしか本当にわからないえ、ね、ったように 著作権者側とも取れるしでもその C マークが取れてから暴れるから著作権者に縛られれてるる側とも取れるんだよね両方の解釈が可能でねなかなかこの辺ここまで計算してやってたとしたら相当すごいなと思いますけれどもまあそこまで計算したとは思えないけどねだから本来の意図はどうだったのかってまあ絶対言わないでしょうけどね一生言わないでしょうけど。 まあちょっと興味があるところではありますよねそれではねちょっと配役の方を見てまいりましょうか配役はこのようになっておりますね、はいえー、主役が今田だ第六あ主人公が今田だ第ね,ね、これが主役藤田誠さんが演じてらっしゃいます